試合の入ったロッカールームでの様子、そして両チームの選手が入場し、ゲーム解説柱谷浩一さんでお送りしたこのゲーム、まずは23分浦和の得点です。まあ、改めて青木がうまいシュートを決めましたね。いやこれはうまかったですね。まあ、クロスからのセカンドボールを、まあ、まず前のポジションしっかりこう入ってきたっていうところが良かったと思うんですよね。はい、それで少しオープンに構えた中で、まあ、そこで切り替えてニアサイドに蹴り込んだ、はい、このシュートの駆け引きと技術は素晴らしかったですね。同様に2点目は42分に浦和に入ります。柏木から最後は興梠ワンタッチ、はい、8試合ぶりのゴール、改めて見てください。いやこれもチェックの動きでこう見事に相手の背後を取りましたね。はい、まあ、最後のこのフェーズの合わし方も抜群ですね。らしいですね。はい、後半に入って53分、やはり浦和です。追加点です。このパスミスがちょっと痛恨。まあ、最後は武藤が決めました。まあ、1対2の状況であればね、神戸はまだまだっていう感じだったんですけど、これは自分たちのミスからだったんで、ね、余計メンタル的に落ちましたよね。がっくりきましたね、この失点っていうのは。これは痛い失点でした。まあ、ただここも非常によく狙って武藤がまあシュート入れましたよね。65分神戸コーナーキックから、まあ、三田が上げたボール、最後はウェリントンです。今日は神戸は結局は1点も取ることができなかったんですが、もう1本コーナーキック、これもそう、最後はポドルスキーの頭、なかなか枠捉えませんでしたね。そうですね、まあ、今日は前線に長澤とウェリントンが入ってましたんで、まあ、高さを使うというのはしつつ、攻撃の中にはアイデアとしてあったんだと思うんですけれども。76分走行している間に浦和に追加点です。4点目。これはもう柏木右端だったんですけれども、このボールはスーパーですね。見ていただきたいのはこのトラップ、はい、そして右足で迷いなくふわっと上げたボール、これはもうゴールキーパー一番嫌なところですね。あーはーはー、まあ、自分の頭を越されて逆サイドからまあ、パワーを持って入ってこられてますからね。そして浦和は最後見せ場は牧野が作りました。いやこれも素晴らしい、83分でこの動きです。まあ、非常にアグレッシブなプレーが今日は牧野、